番でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。はい、4月20日のイベントの案内、はい、よろしくお願いしますということで終わりました。次、そこで、飲んでもらう酒、ここに2つ、1000円ちょっと1200円ちょっとのやつを用意しましたが、隣に、緑というか薄い青の、青地に黒と金色で純米吟醸と書いてある不走鶴です。石見の国の純米酒不走鶴、これもおすすめのやつなんですけども、まあこの共通点が、7号酵母を使うとるということで、その酒の案内になりますが、今度は、7号酵母を使うた、佐渡の酒ですと7号酵母で、純米吟醸でありながら7号酵母を使うとる、天領杯の純米吟醸生原酒、今年味がガラッと変わって、気に入っておりますが、もうこれともう一本720で、この残り2本しかになってしもって残念です。で、辺見酒造さん、純米至るのそのうちでは7号酵母つ売り方をさせてもろといます。他ではまあ辛口とか、あ、辛口原酒とかいう手を折るとこもあるみたいですが、至る純米原酒至るのここに型のとこに7号酵母と書いてあるやつです。こういう緑のちょっとこうテカテカしたやつ、まあ辺見さんにしては珍しく、なんていうか派手な感じなことをやっとるわけですが、共通点は7号酵母。7号酵母だとどんな味になるかっていうと、まあどんな味って言ったらもう、まあここにあるその純米吟醸の不走鶴は純米吟醸で、まあ盛り式のその 50% を削ったやつということで、まあ佐渡新潟で言えば当然もう純米大がつく大吟醸になる、と言うてもいいぐらいの酒なんですけども、単にこの辺りの蔵グループの蔵は 50% までを純米吟醸と言うとります。で本当に裏見ると、嬉しいなというのが、教会7号書いてあんないな、酵母教会7号だから酸度 2.0、アミノ酸が少ない 1.1 ということで、あっさりと涼しいというかさっぱりした酸味がある純米吟醸、こういうのをよく飲めるなぁと、よう飲める酒、まあそこまではいかんにしてもワインの酸味、あれ酸味があるから食事と一緒によう合うんだろうと。この辺りの酒も、酸味がありながらも逆にアミノ酸は少ねえもんで、料理によく合う、関してもうまい、普通の大吟醸とはちょっと違う、まあ昔ながらの味わい なんでしょうか、酸味がポイントだと思います。そのあたりの酒、佐渡で言うと、もう一回言いますけど、天領杯純米吟醸、あと天領杯の純米吟醸濁りっていうのも7号酵母で701っていうやつですか、を取るんですけども、これも厳密に言ったら701になるんだかなっていうか 28BY だそうで、2年ぐらいは寝とるのか、2年ぐらいは寝とる酒なもんで、いいこう熟成に入ってきとるなという感じで、すいすい飲める7号酵母オンパレードですけど、いかがでしょうか。香り華やかな、いろんな最近の酵母をばっかりを使うんでなくて、昔からあるその6号だとか7号だとか数字の小さい酵母を使って、まあどうせなら昔に戻った方が戻るっていうのも一つの方法じゃねえかと思っておりますが、おかんに向く酵母で、おかんに向く酒、おかんとあったかい鍋ちゃんこなんかは一緒にやってみると、止まりません。いかがでしょうか。はい、こんな今日は7号酵母の酒をちょっと案内してみました。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151でした。